エンジンかけてみます。あー、点滅が消えない。配線を外しておきます。これね、クランクの氷外すやつ。なぜかピッタリ。はい、外れました。このカバー外さんとあかんね。はい、このくるくる回るスパイラルコードの配線の共通を調べてみたいと思います。ここにね、こういうものを差し込んで、そしてこうすると共通ブザーが鳴るんですけども、また動かすとなる。これだね。OK、発見しました。はい、お待たせ、中古部品買いました。それでは早速組み立てていきます。これこうですよね。おー、楽しい。これこっちはこう。あー、これ楽しいわ。よし、
さてこの次なんですけども、今ステアリングは中立状態、タイヤは直進状態ね。それで外しましたね、ステアリング。これを右にいっぱい回す。ほんでおよそ2回転半戻す。ここの三角を合わす。この位置が中立状態です。これを合わせないとまたスパイラルケーブルを切っちゃうことになります。さあこうやってここの磁棒をハンドルに合わせる。ああうまくいきました。でアイマークを合わせる。バッチリですね。はい、スイッチオン。エンジンかけてみます。あー点滅が消えない。はい、というわけでですね、実は部品変えただけでは点滅は消えないんですよね。故障コードの消去、はい、これをやります。さっきみたいにね手動でもできるみたいですけども、もうめんどくさいんでこれでやりますよ。はい、消去中。あれ、あこれや、消去、消去完了。はい、エンジンスタート。点灯をやって消えました。オッケー。試運転ですよ、はい、念のために試運転しとかないと。ちょっとあかんかったらすぐランプつくんで、さっきみたいなことはないと思うんで。悪いところは発見したんで、ちょっとつかないならもう大丈夫ですよ。完成。プチプチこんなになってるけど、マスクかけてるから分かれへん、名刺か分かれへん。